はいどうもー先ほど呪いの剣イベントの真ん中のクエスト2人協力でやってみたんですけど、はい、クリアできずまさかので、死にました。今回は一番上のイベントですね、はい、モロハの強…読めない、読めないね、難しいですね、これ。まあ行ってみます、うん、僕1回だけやってるんですけど、すごいなんかややこしくて、マリオネットまで行って、ね、で倒してその後死んだ記憶があります。うん、鬼武者と出てくるんだよね。マリオネット倒してないな、倒してないわ。そう、やばい、 その先がなんで未知なんですよ。うん、ここから覚えてないんだけど、倒…無視だ、ジャガー倒したもんだね、これね。強っ、いいとこ見せとかないと。右のさ、スイッチあるでしょ。右あ、当たった。右これビームだよ、向き変えて、見える。あ、あるね。打ちますよ、じゃあギルサンダー。まあ、いいでしょ。名前は引け。ギルサンダーのビーム、かっこいいんだよ。おー、いい感じです。左下が空いたから、左下に行く。あ、違う、上行って、左、うん、そうで、あ、スイッチで開けてって。そうで、左行って、あ、間違った。自分が行けなかった。ごめんなさい。あ、ここから無視して、敵出てこない。で、そう、うん。敵と一緒に向かいます、今から。あー、なるほど。早っ。で、普通にあとは。危ねえ日、危ねえ日。あ、無視して、右上。右上はこうやって。で、スイッチやります。まだ打ち切ってないもんね。そうだね、うん。取っとこう。危ない日、うわカクテルさんが、おお、左下の穴、あ、穴落ちてた、やだ、待ち構えてる、穴じゃない、あ、ありがとうございます。で、上り、上り、うん、あ、2人ともビームだったら、でもよかったな、ここに無視していけたら、行けたら、行けたら、行けたら、ごめん、大丈夫、でも、ここで油断すると痛いから、で、開いて、開いて、え、この下か、あ、見える、下、あ、でもこれ落としたのか、これ倒すのかな、落としよ、2600っておかしいでしょ、ちょっと怖くていけない、あ、もうこれマンティじゃない、マリオネットです。あ、次、そうね、よし、待ちます、あ、バフ、あ、いいのか、バフかけます、そうか、強烈、強烈、もう一発、これ鬼武者弱い、あ、よかった、鬼武者消えた、よし、じゃあ、あとは早いね、いつもやられるわけにいかない、頑張らなきゃ、これは集中して、ミラーでいこう、あれ、なんかおかしいな、様子が、あ、そっちだね、あれ、あ、っぽいね、ダメージを多く与えた方に、うん、影が向くらしい、光協力の時は、そうなんだ、おぉ、怖い、早く鏡だけでも壊したい、あ、やっぱ壊されたか、そっか、あ、もうちょっとやられるんだね、あ、よっしゃ、あ、ごめん、やっちゃった、どこだ、あ、こっち、これいけるっしょ、そうだね、これだったら、間違えた、どこだ、あ、こっち、13段変えた、あー、鏡出るんだ、もうちょっとって感じだね、あ、やった、あ、雷属性、ちょっと軽くしてたかな、あ、ごめん、あ、あ、もう行っていいんすよね、こっちから、あ、ここ、タヌキやるときだよな、 あ、そういうことか、あ、もうちょっとってこと、あ、嬉しい、
これ待ってジル、あ、もういないかな、もういないのかな、これジルソンダーの、いいの、いるね、あ、よかった、こっちの部屋にいるか、ごめんね、結構倒しちゃうわ、いいよ、倒していい、どうぞどうぞ、ジルソンダー欲しいわ、ちょっと、今日クライブとミラがいっぱいだったから、たぶん、これも倒していい、うん、どうぞどうぞ、すげえ、魚介のトマトクリームソース味だよ、美味しい、うん、食べたいけどさもう行くんだよマスト、美味しい、あ、まだこれ出てくるね、あれあれどこ、どこに落ちんだどこにあった、あれ、あ、じゃあ開いてるんだ扉が、あ、そっか、左の広場の方の扉が開いてるから戻らなきゃいけないんだ、ピザポテトってうまいよね、美味しいね、美味しいね、引っかかってるし、どのピザポテト食べても美味しいよ、ちょっと俺ら緊張してるからやめてよ、ここで死んでるもん、私バフかけて、うん、で一回遠くからギルサンダーのあのビームをマンチコアに打ちます、はい、なので私入ります先に、はい、バフ、あ、ごめんかけちゃった、行ったのに、ごめん、あ、やばい、ごめん、超近い、死んだ食べられた、そして、あ、やべ、あれどうなってんの、もうなんかスキル2連発で、あー撃った、撃ったから、撃っちゃった、すみません、余計なことをした、これの方した、これ俺バスかけないとやばいな、うーん、尻尾にやられた、あ、けど俺バスかけたらそっち飛んでっちゃうのか、またでも離れてるなっていう、あれさっきさ、やったよね、やったやった、これをやっちゃうと旗を壊れちゃうんだよね、 あ、死んだ、あ、ごめん、やっぱダメか、やんない方がいいんだね、地道にか、あれまだ生きてるよね、うん、大丈夫、あれでもミラが召喚の時にね、スキル打てなくなったっていうのはちょっときついよね、うん、それがね、なかなか打てるときと打てないときのあれが激しい、うん、お、やった、やった、あ、あ、やられそうだ、これけど、え、今1万ぐらいだけど、1万、1万いく、もうちょい、あ、逃げられた、近かったらいけたのに、うわー、ギリギリの戦い、HP が見れないな、あー、気絶してるし、あ、あ、あと2キャラ、うん、一応4人できます、いけるんじゃないですかこれ、うん、もう首の皮1枚ですよ、なんとか、え、なんでか、え、近づくな、あ、尻尾でやられる、ちょちょ、今竹を迎えてるからそうだよ、たまにはクリアするところを、あー火に突っ込んでこうとした、うわー、やばい、これはちょっと攻撃しないでいいんじゃないか、召喚した、召喚してくれ、そろそろ、あ、召喚召喚、あ、いけ、ただ、相手の守備力が強い今、うん、攻撃が来たよ、うん、あ、よ、終わった、これもスキルって一撃で終わりそうな気するけどね、当てられれば、え、ほら終わった、よし、やったー、久々にクリアした動画を、クロさんが吠えた、嬉しい、いつも死ぬわけじゃないんです、久しぶりにクロさん吠えた、嬉しい、4人いてこれだったら悲惨ですけど、興奮してんな、興奮しました、嬉しい、よかった、クリアできました、まあ、あのパーティー僕ら強いんで、そうですよね、なんクリアできないとなんですけどね、ダメなレベルなんですよね、あ、私一つもそこ王冠が開かないというクリアはしたが、こうなりました、あ、結構きついですね、きついきつい、本当にきつい、まあ慣れれば多分簡単にクリアできるんでしょうけど、うん、ほぼ初見なんで、うん、ね、ちょっと無事クリアできました、うん、ただ僕ら結構キャラも強いし、うん、レベルも、まあ、平均以上あるぐらいなんで、うん、タウンとか、そうね、それもいいとこまで育ってる中でこんくらい苦戦したんで、まあプレイスキルの問題ですよね、そうですね、それは伴いませんで、まあけどクリアできて本当に良かったです、良かったです、ではまた
この時間に会いましょう。もうちょっと上手くなったら会いましょう。ご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。